ヘルマン・ネバン・リンナはフィンランドの数学者である。複素解析の分野で多大な貢献をした。1926年からヘルシンキ大学の教授を務めた。1959年から1962年まで国際数学連合の総裁を務めた。ネバン・リンナはドルフ・ヘルマン・ネオビウスとして生まれ、1906年に父親が姓を変えて、 ネバンディンナとなった。ネバンディンナ家の家系には多くの数学者がいた。ロルフの祖父のエドバルド、エンゲルベルト・ネオビウスは陸軍士官学校で数学と地形学を教えた。おじのエドバルド、ルドルフ・ネオビウスは1883年から1900年までヘルシンキ大学の数学教授を務めた。おじのラーステオドール・ネオビウス・ネバンディンナは数学の教科書を執筆した。 そして父のオットー・ウィル・ヘルム・ネオビウス・ネヴァン・リンナは、物理学者、天文学者、数学者だった。オットーは、ヘルシンキ大学で、物理学の博士号を取得した後、プルコボ天文台で、ドイツの天文学者、ヘルマン・ロンベルグに指示し、その娘マルガレーテ・アンリエット・ルイーズ・ロンベルグと1892年に、結婚した。その後、とマルガレーテは、に移り住み、 そこで物理学を教えていた。二人の間にはフリチオフ、ロルフ、アンナ、エリックの四人の子供が生まれた。ネバンディンナとピアノに向かう友人のエイリクタ・バッシェルナ、彼はフィンランド大公国の予演数で生まれた。七歳から正規の教育を受け始めたが、すでに両親から読み書きを教わっていたので、飛び級で二年生になった。しかし、授業がつまらないと感じて、 すぐに投稿を拒否した。1903年に父親がヘルシンキ高校の教師になり、一家でヘルシンキに引っ越した。彼は自宅での教育を受けた後にグラマースクールに通った。学校ではすでに話していたフィンランド語とスウェーデン語に加えてフランス語とドイツ語を学んだ。母の勧めでオーケストラの学校にも通い、音楽が好きになった。 マルガレーテは優れたピアニストで、フリチオフとロルフはピアノの下に横たわって、彼女の演奏に耳を傾けていた。13歳の時、二人はオーケストラ学校に通い、フリチオフはチェロ、ロルフはバイオリンを演奏し、優れた演奏家になった。オーケストラ学校でもらえる無料のチケットを使って、彼らはバッハ、ベートーベン、ブラームス、シューベルト、シューマン、ショパン、 リストなどの偉大な作曲家の音楽、特にシベリウスの初期の公共曲を知り、それらを愛するようになった。ロルフが初めて出会ったシベリウスの音楽は1907年に聴いた公共曲第3番だった。その後、ヒルベルト、アインシュタイン、トーマス・マンなどの著名人に出会ったが、シベリウス以上に強い影響を受けた人はいなかったという。少年たちは、 母親とトリオを演奏し、音楽、特に室内学への愛情は生涯続いた。ネバンリンナはヘルシンキ高校に進学し、主に古典と数学に興味を持った。この間、彼は多くの先生から教わったが、その中でも特に優れていたのは、物理と数学を教えてくれた父親だった。彼は1913年に、 主席ではなかったものの優秀な成績で卒業した。1913年の夏、彼は高校のシラバスの範疇を超えるエルンストレオナルド・リンデレーフの工事分析入門を読み、解析学に熱烈な関心を持つようになった。なお、リンデレーフは彼の父のいとこである。1913年にヘルシンキ大学に入学し、1917年に 数学の修士号を取得した。リンデレーフは同大学で教鞭をとり、ネバンリンナは彼の影響を受けた。ヘルシンキ大学在学中に第一次世界大戦が勃発し、ネバンリンナは第27イエーガー大隊への入隊を希望したが、両親に説得されて学業を続けることになった。フィンランド内戦では、フィンランド史を守る軍に参加したが、 積極的な軍事行動には出なかった。1919年、ウーバー・ベシュランクとフンクッツィナン・ダイン・ゲゲベネン・パンテン、ボーガッシュリー・ワン・ベルタ・アネクマンと題した論文を、博士論文指導教官であるリンデレーフに提出した。複素解析をテーマにした、この論文は、質の高いもので、ネバン・リンナは1919 19年6月2日に、博士号を授与された。ネバン・リンナが、 博士号を取得した1919 19年当時、大学にはポストの空きがなかったため、彼は学校の教師になった。兄のフリチオフは1918年に博士号を取得していたが、同様に大学での職を得ることができず、保険会社で保険数理士として働いていた。フリチオフはロルフを同じ会社に誘い、ネバンディンナは保険会社と学校の教師として働いた。 1922年にヘルシンキ大学の数学の講師に任命された。それ以前にエドムントランダウからドイツのゲッティンゲン大学での職を圧戦されたが、ドイツに移り住む必要があるため、それを断った。数学の講師に任命された後、保険会社の仕事は辞めたが、1926年に大学の性教授の職を得るまでは学校の教師を辞めなかった。 後に、ネバンディンナ理論と呼ばれる理論を彼が生み出したのは、大学講師と学校教師を掛け持ちしている1922年から1925年の間のことだった。1948年、新たに設立されたフィンランドアカデミーの常任理事に就任した。ロルフ・ネバンディンナの最も重要な数学における業績は、有利型関数の値の分布理論である。 ネバンディンナ理論である。この理論の起源は、1879年のエミール・ピカールの定理に遡る。ピカールの定理は、定数以外の正関数の地域が高々唯一の点を除く、複素平面全体に広がることを主張するものである。1920年代初頭に、ドルフ・ネバンディンナは、兄のフリチオフとの共同研究の一環として、この定理を、 有利型関数に拡張した。ネバンリンな理論は、二つの主要定理からなる。第一主要定理は、ある値が平均よりも少ない頻度で仮定されている場合、関数は平均よりも多くの頻度でその値に近づくということを述べている。第二主要定理は、第一主要定理よりも難しく、関数が平均よりも少ない値を仮定している場合、関数は、 平均よりもその値に近い値を仮定することが比較的少ないと述べている。ロルフ・ネバン・リンナの論文ツアーテオリーデアメディモーファン・フンクッチナンは1925年に学術誌アクタ・マセマティカに掲載された。ヘルマン・ワイルはこの論文を今世紀における数少ない数学的異業のうちの一つと呼んだ。ネバン・リンナはデテ・イオレムでピカール。 ポール・イラテ・イオリでフォンクションス・メリモ・ーフィースと、エーン・デウチュゲ・アナリティシャ・フンクッチナンの2冊の本で、この理論を詳しく説明している。ネバンディンナ理論は、ネバンディンナクラスと呼ばれる関数のクラス、つまり、境界型の関数にも触れている。フィンランド予演数にあるロルフ・ネバンディンナの成果の記念名版。学者、ロルフ・ネバンディンナの成果はこの建物の中にあった冬。 戦争が勃発した1939年、ネバンリンナはフィンランド陸軍の弾道局に招兵され、車票の改良に協力した。これらの表は、砲兵大将ビルホネロネンが開発した計算技術に基づいていたが、ネバンリンナはより高速に計算できる新しい手法を考案した。その功績が認められて、彼は自由十字勲章二等勲章を授与され、 生涯これを大事にしていた。ロルフ・ネヴァン・リンナは、その後、リーマン・面の理論や、関数解析学などに興味を持つようになった。また、フィンランド語による、幾何学の基礎についての本や、相対性理論についての大衆向け解説書も、執筆している。複素解析の要素に関するフィンランド語の教科書、ファンクトヨーテウリアは、ベイッコ・パータローとの教著で、ドイツ語。 英語、ロシア語に翻訳されている。ロルフ・ネバンディンナは少なくとも28人の博士論文を指導した。ネバンディンナの最初のかつ最も有名な博士家庭指導学生はラース・バレリアン・アール・フォルスで第1回フィールズ賞の受賞者の一人である。アール・フォルスがフィールズ賞を受賞した研究はネバンディンナの研究に強く基づいていた。ネバンディンナはハイデルベルク大学 ブカレスト大学、ギーセン大学、ベルリン自由大学、グラスゴー大学、ウプサラ大学、イスタンブール大学、ユバスキュラ大学などから名誉学位を授与されている。また、ロンドン数学会やハンガリー科学アカデミーなど、いくつかの学会の名誉会員だった。小惑星ネバンリンナは、彼にちなんで命名されたものである。 ネバンディンナト自身の肖像が1954年からフィンランド初のコンピュータプロジェクトの委員会の委員長を務めた。1959年から1963年まで国際数学連合の会長、1962年には国際数学者会議の会長を務めた。1964年、フィンランド大統領ウルホケッコ年とのつながりにより、 フィンランドアカデミーの全面的な再編成を実施した。1965年から1970年までトゥルク大学の学長を務めた。ネバンリンナは積極的に政治に参加しなかったが、彼は右翼の愛国人民運動に共感していたことで知られており、またドイツ人とのハーフであることからナチスドイツにも共感していた。1930年代に ニュルンベルク法のために多くの数学教授が解雇されたため、ナチスの政策に共感した数学者が公認として求められ、ネバンリンナは1936年にゲッティンゲン大学の教授に就任した。1941年春、フィンランドは武装親衛隊に機遊大隊を派遣した。当時、ドイツとフィンランドの間には正式な同盟関係はなかったが、 両国ともソビエト連邦と戦っており、この大隊が両国間の象徴的な絆となっていた。1942年、ドイツの指揮官と義勇大隊との関係が緊迫してきたことから、大隊のための委員会が設立され、ネバンリンナはドイツで尊敬され、フィンランドに忠実な人物であったことから、その委員長に選ばれた。彼は自伝の中で義務官から、 この役割を引き受けたと述べている。彼の政治活動は彼の数学の世界におけるつながりには影響を与えなかった。第二次世界大戦後、ソ連の数学者は西側諸国の数学者たちから隔離された。ネバンリンナが指揮をした1957年にヘルシンキで開催された国際関数論学会はソ連の数学者が 西側の数学者と直接コンタクトを取ることができる戦後最初の機会となった。1965年、ネバンリンナはアルメニアソビエト社会主義共和国で開催された関数論学会に名誉ゲストとして参加した。1981年、イムは理論計算機科学の分野におけるフィールズ賞のような賞を創設することを決定した。フィンランドから 賞金の提供を受けたことで、イムはネバンディンナの名前を賞に付けることを決定した。ネバンディンナ賞はアイクムで4年に一度に授与されることになっている。ネバンディンナが親なち思想に基づいた人物であることが問題視されたため、2018年のイムの総会でネバンディンナの名前を賞の名称から外す決議が承認された。2022年からは、イム、 アバカスメダルへ解消される。ありがとうございます。